私たちがやらなきゃいけないことがある。それは与党に戻る最短の道は野党の道を極めることだと思ってるからです。野党の道を極めなきゃいけない。よく自民党が野党になってから私たちは批判をされます。民主党の批判ばっかりでやりたいことがさっぱりわからない。しかし私はあえて言いたい。野党が与党の批判をしないで一体誰が批判をするんですか。私たち野党、自民党、民主党がやっていること全てが良くないとは言いません。しかし全てが将来のためになるとは到底思えない。その間違っていることを誰よりも強く間違っているといい、誰よりも声を大きくして叫んでいかなきゃいけないのが野党としての当然の役割であります。自民党っていうのは私も入ってみて分かりました。優しいんですよ。そして妙にいい子なんですよ。私なんかよっぽど野蛮人、よくね党内でも言われるんですよ。お前は武闘派だなとかね、お前は野蛮人だな。見てください、坂本先生、松村さん、すごくお人柄良さそうでしょ。だからね、今自民党も野党になってから開き直りが足りないんですよ。もっとね攻撃力を持たなきゃいけない、闘争心を持たなきゃいけない。私は自民党のことを強い野党にしたい。しかし政権を取ることを諦めたわけではありません。私は皆さんに分かっていただきたいし、それじゃなきゃいけないと思うのは自民党の目的。自民党の目的は何か。それは与党に戻ることじゃないんですよ。もしも自民党の目的が与党に戻ることだとしたら、それは自民党の自己満足。どうかそういう自民党だと感じたら自民党のことを見放してください。私たちの目的は与党になることじゃない。私たちの目的は自民党が目指す国づくりを皆さんが共有して共感をして、その国づくりを一緒にしたいと皆さん一人でも多くの人に思ってもらうこと、それが私たちの目的であり、じゃあその私たちがしたい国づくりとは何か。それは目先の利益にとらわれない、将来の世代に付けは回さない、自分たちでできることは自分たちでする、自分たちの地域でできることは自分たちの地域でやる、そして自分たちの国、日本の将来は自分たちで作る。これを政治家頼みではない、政府頼みじゃない、自分たちが努力をして、努力をすれば報われる、そういう社会を作ることが私たちの目的です。そしてありがとうございます。この強い野党が必要だということ、そしてこれからの将来を作るのが政治家じゃなくて皆さんだということ、これを誰よりも分かっているのが実は自民党の支持者じゃなくて民主党の支持者です。なぜか。それは去年の衆議院選挙、なぜ政権交代が起きたのか。それはあの時民主党が強い野党だったからです。強い野党、民主党がいたから自民党はダメだ、その代わりに民主党という選択肢が皆さんにあった。もし民主党が強い野党の存在を否定するとしたら、今の民主党はない。私たちは民主党に対する希望が失われ、皆さんが失望をした時その代わりにならなきゃいけない。その強い野党に私たちはなる。そして
皆さんが実現をしたのが去年の政権交代、政権交代を起こしたのは民主党じゃない、政権交代を起こしたのは国民の力なんです。そして政権交代を起こしたのが国民の力だとしたら、政権交代から民主党がやっている間違っていることを変えていくのも皆さんの役割なんです。自民党がやろうとしているのはそういうことです。間違っていることを間違っているといい、正しい方向へと改める。そして野党として当たり前の役割、つまり野党が与党をチェックする。そして松村さんには参議院議員として衆議院がやっていることをチェックしてもらわなきゃいけない。小泉進次郎は、そして坂本先生は衆議院議員、衆議院議員と参議院議員、やることは違うんです。そして私も羨ましいと思うことがある。それはもし松村さん、皆さんから当選をさせていただくと、6年間ですよ、選挙のこと全く考えなくていい。よく選挙になると皆さんから批判をされます。政治家っていうと頭の中は選挙選挙選挙、国民の暮らしなんか二の次だ、そういう批判、私と坂本先生には当たる時があるかもしれない。しかし松村さんには当たりません。なぜなら6年間選挙のことなんて忘れていい。そして熊本県の発展のため、景気、経済、国民の暮らし、6年間腰を据えた取り組みができるのが衆議院議員にはない参議院議員のいいところです。今日ありがとうございます、目の前に多くのお子さん、小学生の方もね、4、5人ここにいらっしゃいますね。みんながね、小学校に入学して小学校を卒業するときまでテストがないのが松村さん。いいでしょ。でも小学校入学して毎日いつテストがあるかわからないのが小泉進次郎の坂本さん。そうすると落ち着かないよね。ゲームもしてられないでしょ、遊んでられないでしょ。そういうね、落ち着かないってことがない、それが松村さんの参議院議員として衆議院議員にはないところです。だから目先の利益にとらわれない、6年間という時期をしっかりとこれからの10年、20年、30年というスパンで考えることができます。よく参議院議員、そして参議院選挙、あんまり重視されない傾向がある。しかし大きな間違いなんです。もし参議院議員としての役割、衆議院のことをチェックする、与党がやってることをチェックするという役割を果たせば、参議院議員なんていらないとか、参議院なんて必要ないなんていうことは誰も言わなくなる。むしろ衆議院は参議院のことを見習わなきゃいけない、それぐらい思われるほど松村さんには頑張ってほしい。だからどうか皆さん、熊本県で今回の選挙、松村さんにあと6年のチャンスを与えてください。そして民主党がやってることをチェック。